皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回も FIFA22 の動画撮っていきたいと思います。はい、ということで初心者講座、まあ、FUT の初心者講座として2本目の動画ですかね、今回スカッドバトルについて紹介していきたいと思います。ようやく試合の話に行けますね。スカッドバトルとは、まあ、どういうものかというと、まあ、コムとの対戦戦いをする、まあ、コム戦なんですけど、まあ、その戦いでポイントを稼いで毎週報酬を受け取るっていうモードです。まあ、特に初心者、まあ、始めたての方はしっかりプレイして報酬は受け取った方がいいので、まあ、序盤選手などもらえる、まあ、アイテムなんかも熱いんで、毎週挑戦することもお勧めします。まず期間としては毎週日曜日の夕方5時に切り替わる1週間ごとのイベントです。毎週日曜日の夕方5時に報酬を受け取ることができます。なので日曜日の夕方5時から翌週の日曜日の夕方5時までに、まあ、ポイントを貯めていくというモードですね。最大42試合でポイントを貯めることになります。試合数は、まあ、1試合でも一応 OK なんですけど、やはりいい報酬をもらうためにはしっかり試合をこなさないとちょっと厳しいかなというところです。毎週ポイントがゼロスタートにはなるんですけど、まあ、最初はブロンズ3からスタートになります。なので1試合でもやっておけばブロンズ3の報酬は基本的には受け取れると思います。ここに表示されている68ポイントっていうのは今のボーダーですね。まあ、48ポイント貯められればブロンズ3の報酬はもらえますってことです。報酬はご覧のようになっていて、まあ、ブロンズよりもシルバー、シルバーよりもゴールド、ゴールドよりもエリート、まあ、そして200位以上というように、まあ、ランクによって報酬内容は変わって、まあ、上のランクに行くほど報酬も豪華になっていきます。ただランク200以上はなかなか厳しい世界で、まあ、報酬コインもまあエリート1の 2.5 倍以上になりますし、まあ、ランキング見ていてもまあウィニングイレブンのチャンピオン隊の方も多くいるようなところなんで、まあ、よほど腕の自信があればいいですけど、まあ、多くの方はエリート1など、まあ、エリートを目指すのがいいのかなっていうところですね。まあ、週によってボーダーこそ変わるんですけど、エリート1だとだいたい 4.5 万から5万ポイント、貯められればだいたい入れるかなというところです。ちなみに選手は 4.8 万がボーダーでしたね。はい、では実際にポイントどう貯めていくのかっていうところですよね。スカッドバトルの画面に行くと、このように数チームが選ばれて表示されます。上の特集には FIFA のプロプレイヤーなど有名な方が考案したマスカットなんかが並びます。今、曜日的にちょっと表示されておりませんが、右の空白の部分には木曜日以降にその週の TOTW、まあ、週間 FP みたいなものですね。そちらで組まれたチームも登場します。なので、まあ、上の特集の2試合と、下の4チーム、まあ、今回だとフランスなどがラインナップされてると思うんですけど、そちらを40試合こなした計42試合で競うことになります。で今の試合数は右上に表示されていると思います。まあ、終了40分の0と今なってますけど、まだ試合してない画像なんで0ですが、まあ、試合すると1、2と増えていきます。まあ、それ以上に試合はできるんですけど、ランク変動には影響しないんで、この42試合の中でランク報酬を目指して頑張るという形になります。そして下の対戦相手の部分、まあ、4チーム表示されると思うんですけど、FIFA のユーザーのチームがランダムで選ばれるんですけど、4チームのうち上2チームがレーティングが低めだったりとか、まあ、連携が低めだったりと総合力がちょっと低めになっていて、例えば今フランスのねエンブレムのチームが表示されてますけど、レーティングは72、連携は53となかなかに低い。主力選手もまあ銀の選手っぽいですよね、シルバーの選手。一応フォーメーションだったりとか戦術なんかも確認できます。そして下2チームはしっかり連携も高くて、レーティングもなかなか高めのチームが並びます。まあ、このレート連携によって若干もらえるポイントにね、差はあるんですけど、まあ、各チームのスカットなんかは三角で見ることができるんで、まあ、どんなチームになっていて、まあ、どのような褒めで、どういう選手が入っているのかということを確認することができます。まあ、この後レベルをね選べるんですけど、ちょっと強そうだからちょっとレベル下げようとか、このチームはそこまで強そうじゃないからレベル上げようとか、いろいろね考える材料にするといいと思います。はい、ということで、まあ、全チーム1回ずつ戦うことで資格を押し、まあ、チームを更新すれば次の4チームが出てきます。はい、ではここからはポイントをどのようにもらえるのか紹介していきたいと思います。ポイントはコムの強さと、まあ、相手の、まあ、レートだったりとかスカットなんかによって変わってきます。まず上の特集はどのコムの強さでも、まあ、1000ポイント以上もらえるんですけど、まあ、実はここ普段からアルティメットだったりレジェンドでやってる方にとってはそこまでうまみないんですけど、特に普段プロ以下でやってる方にとってはビギナーアマチュアでも約3倍のポイントもらえますし、勝てばこのポイント確定なので、まあ、きっちり勝たないとちょっともったいないので、なのでしっかり勝てる強さを選ぶことが重要になります。まあ、普段プロでギリギリ勝てるっていうことであれば、確実に勝つためにセミプロにするっていうのもまあ一つ手かなとは思います。
次に右下の表をご覧ください。こちらは下に表示される4チームのうち、平均的なレーティングとあと連携のものを、一例として出してるんですけど、どの相手も大体目安としてはこれぐらいですかね。ワールドクラス以上が結構報酬はもらえるようになってます。ただコムが強くて試合に勝てないとこのポイント自体もね、もらえないんで、こちらも勝てるレベルで戦うことが重要ですね。ただ先ほども言った通り、エリート1を目指すのであれば5万ポイントがだいたい毎週必要で、しかも40試合プラス、2試合の制限、42試合の制限があるので、各ポイントを、40でかければわかると思うんですけど、プロのポイント940ポイントを40試合こなしても4万ポイントに届きません。なのでエリート1を目指すのであればワールドクラス以上で戦って、あまりにも強そうで勝てないって時はプロでやったりとか、その代わり、連携がものすごく低かったり、相手のレーティングが低かったり、そういう時はレジェンドでやるなど、調整が必要になってきますね。なので、ワールドクラスちょっと厳しいなっていう方は無理してワールドクラスと戦って負けるリスクを負うよりも、プロに設定して、エリート1はちょっと難しいですけど、エリート2だったりエリート3だったりを目指すのもいい手かなと思います。ちなみに先週の200以内のボーダーを見ていると、9.6 万ぐらいがボーダーになっていたんですよね。ただレジェンド40試合こなしても9.6万までは届きません。ポイント多分200以内を目指している方はだいたいアルティメットでやっている方が多いと思うんですけど、よほど自信があれば目指せるかなっていうところですね。ちょっと自分はきつかった。はい、ということで、獲得ポイントはコムの強さも関係してくるんですけど、もう一つ、試合の内容だったりとか、あとはゴール数だったりとか、その辺も影響してくるので紹介していきます。試合が終了するとこのような画面が毎回表示されると思うんですけど、試合でのポイントは5つの項目によって構成されています。まず左から試合終了、試合結果、スキルボーナス、ゴール、難易度ボーナス、こちらの5つです。計算方法としては、試合終了、試合結果、スキルボーナスの合計に難易度ボーナスをかけてゴールを足したもの、その計算で出てくるのがこの画像の1529ポイントっていうことですね。ちなみに特集はこんな感じで、表示されていたポイントが確定でもらえるので、試合結果に応じて1800ポイント以外はゼロということになりますね。はい、では一つずつ解説していきたいと思います。まずは一つ目、試合終了について。これは相手チームのスカットのレベルですね。一応計算方法としてはレーティング ×3 プラス連携割る2、これで出される数値が282という数値になります。なので相手のレーティング、連携が高いほどポイントがもらえるっていうわけです。なのでこのフランスのレーティング72、連携53よりも、このちょっとエンブレムがどこか分かりませんけど、連携99、レーティング84の方がポイントは高くなるっていうことですね。次に試合結果見ていきましょう。これは勝敗によってつけられます。勝利できれば200ポイント、負ければ50ポイントということで、もう勝つことは非常に大事っていうことが分かりますね。勝敗は PK 戦の結果も反映されるので、PK 戦に入っても引き分けではないんで、そこを諦めずに PK 勝つまで。PK 戦で勝てれば200もらえますからね。はい、次のスキルボーナスです。これは試合終了するとこのようなものが出てくると思います。上の項目の合計が286ポイントということになります。スキル報酬というとこですね。このスキル報酬286から、最終的にマッチコインも計算されるんで、この試合結果2つの意味で重要なんですよね。スカットバトルのポイント、フットコインの獲得分ということで、2つに関連しているので結構重要な項目になります。はい、ということで、各項目、どのようなルールがあるのか紹介していきます。まずはゴールのところを見ていただくと、1ゴール決めるごとに40ポイントが入ってきます。最大は5ゴールまで、最大は200ポイントということになってます。そして次のファール、こちらはマイナスの項目になるので、ファールはしない方がいいということですね。1回のファールでマイナス5ポイント、最大は5回のマイナス25ポイントのようです。そして MOM 獲得選手、これは自分のチームの選手が獲得することができれば15ポイント、獲得できなければ0ですね。次にパス精度、パス精度に関しては 1%1 ポイントなので、最大は 80%80 ポイントということになります。で、次に支配率なんですけど、こちらも 1%1 ポイントになるので、最大は 60% の60ポイントということになります。
次に成功したタックル数、こちらは1回1ポイントで最大は25回25ポイントが入る計算です。はい、次に右側いてコーナーキック1本5ポイントで最大は10本の50ポイントということで結構大きいんですよね。次に枠内シュートも同じく1本5ポイント最大は10本で50ポイントとなってます。はい、ここからマイナスの項目がちょっと多いんですけど、まずはカードですね。まずイエローカード1枚あたり10ポイントマイナス、レッドカードは40ポイントマイナスになってます。なのでもうカードはもらわないに越したことはないですよね。イエローカード13枚、マイナス130ポイントがあったようなんで、結構無限にカードはもらうとポイントは下がっていくのかなっていうところです。はい、次に失点ですね。こちらは1失点でもしてしまうとマイナス20ポイント、最大は3失点までということで60ポイントマイナスになります。そして無失点、こちらは試合で無失点に抑えることができれば75ポイント、無失点に抑えられなかったら0です。そして最後オフサイドですね。こちらは1回のオフサイドでマイナス1ポイント、最大は10回のマイナス10ポイントということで、こちらで計算されてスキル報酬というのが決まってきます。はい、ということなので、まあ、試合をする上で重要な点を話しておきますと、まず1つ目、ゴールを5ゴール取ること、これ大事ですよね。5対0が理想的なんですけど、失点してしまうと失点の部分のマイナスが増えるだけじゃなくて、無失点の項目75ポイントも剥奪されてしまうんで、まあ、実質マイナス95ポイントと言っても過言ではないので、まあ、失点はなるべく抑えて5対0で勝利することが理想的ということにはなりそうです。次に2つ目、ファールにならないように心がける、まあ、例えばイラッとしてスライディング連発しないようにカードももらえるとマイナスが広がっていきますし、アドバイスするとしたらアドバンテージを取られると思うんで、ファールをしてしまってアドバンテージ取られたなって思った場合はあえてボールに関与せずやり過ごす。ファール取られなければファールにカウントされないので、あ、なんかファールしてしまったかなっていう時は一旦やり過ごすことをお勧めします。あとファールに関連して成功したタックル数っていうのがあるんですけど、最大25のタックル成功って結構リスク高いんですよね。これ狙って、まあ、タックルめちゃくちゃやって、まあ、失敗してファールマイナスになって最悪カードもなんて出たら結構マイナスになるんで、まあ、これは無理にやらなくていいかなっていうところです。そして3つ目、まあ、余裕があるならコーナーキック狙ったり枠内シュートを狙うのがいいかなと思います。結構50ポイントを最大もらえるんでここは大きいのかなと思います。まあ、エリア外からコントロールシュートを打てば大体枠内結構飛ばせると思うんで、まあ、それをゴールキーパーが弾けば、まあ、コーナーにつながる可能性なんかもアップしますので、まあ、これは5対0にできて余裕があればやるっていう感じですかね。そして最後のポイント4つ目なんですけど、パス精度はよっぽどのことがない限り 80% 切らないのでそこまで意識しなくて大丈夫だと思います。で、代わりになるべく支配率は高めた方がいいかなと思います。特にカウンター主体の方だと 40%、30% とかもあると思うんで、なるべく支配率は上げた方がいいかなというところです。はい、ということで、まあ、1から4も守ればスカットバトルのポイントと、まあ、FDUT のコイン両方ね多く手に入れられるんで、なるべく実践していただくといいと思います。はい、次に4つ目のゴールについて紹介していきます。これは1ゴールあたりのポイント加算になります。ちなみに最大は5ゴールまでを上限に加算されていきます。1ゴールあたりのポイントはコムのレベルによって決まるんですけど、ビギナーだと20ポイント、アマチュアは30ポイント、セミプロ40ポイント、プロは60ポイント、ワールドクロスは100になって、レジェンドは140、アルティメットは160です。なので最大はアルティメットで5ゴール、800ポイントということになります。やはりワールドクラスからは極端にね、ポイントは上がってくるかなっていうところです。なのでゴールするだけでスキルボーナスにもゴールの項目あるんですけど、それとは別にゴールという項目もあるんで、もう5ゴールするだけでも必然と最終獲得ポイントは増えることになりますよね。まあ、5ゴールがかなり重要になってくると思います。はい、そして最後5つ目の難易度ボーナス、まあ、この画像で言うと右側のところです。これはコムの強さと勝敗によって多少変わってきます。で、実は無理に難易度上げて勝敗が安定しないワールドクラスレジェンドで負けるよりもプロで安定して勝ちを収める方がしっかりポイントは回収できるんで、まあ、その辺自分のレベルに合わせた、あとはまあ相手に合わせたとか、まあ、ポイント計算のね参考にしてみるといいかなと思います。まあ、ワールドクラスで5対0で勝利した場合と、レジェンド相手に3対3、まあ、PK でなんとか勝ったっていう試合、そちらのポイントを比較すると、左側の2つ、まあ、試合終了と試合結果は同じとして、スキルボーナス、まあ、ゴール、難易度ボーナスが変わってくるんですけど、レジェンドでギリギリ
勝った試合のポイントよりもワールドクラスで5対0で、まあ、余裕を持って勝った時のポイントの方が最終獲得ポイントは高くなります。少し無理して、まあ、ギリギリ勝利よりも一つランク下げて5対0と解消できる方が最終獲得ポイントは多くなるので、まあその辺もコムレベルの選び方考えていただくといいかなと思います。まあこれを見る限り無理に難易度を上げる必要はなさそうですよね。はい、ということで、以上が今回ガットバトルのポイントのからくりということになります。はい、ということで、毎週ね40試合と結構試合をこなす必要があるんですけど、まあ、やればやるほど報酬いいもの手に入るのでしっかりやっていきましょう。まあ、時間がなくてちょっと難しいっていう方も報酬に、まあ、ブロンズ1からコインもついてくるので、まあ、せめてコインがもらえる、まあ、ブロンズ1くらいまでにはしておくのが、まあ、理想的ではあるのかなというところです。はい、ということで次回の動画ではこの報酬にもついているパック、まあ、いろんな種類があって、例えばレア選手パックだったりゴールドパックだったり、例えばゴールドレアパックとか、あとアルティメットパックとかプレミアムがついたりとか、まあ、もちろんシルバーとかもいろいろあるんですけど、ちょっと初心者ではパックどれがいいのかわからないんで、次回の動画で、そちらをね、学ぶような動画を作っていこうかなと思っております。こちらのチャンネルでは FUT の知識をまとめて紹介したり、最新情報動画もアップしてますので、よければ登録ボタン、そして高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。